こんにちは、そこを健康なの時間です。今日はですね、皆さんお仕事とか勉強、家事などで毎日頑張ってたり、あとは我慢してたり、時には緊張もされている方多いと思います。そういう方を、ちょっとでもリラックスしてもらう方法として紹介したいと思います。これ、その方法としましては、このように首をうなだれるという方法です。首の力を抜いてガクッと前に曲げていると、首だけでなく全身の力が抜けてしまいます。試しにやってみると分かりますが、首を前に落として首の力を抜いたままでだと、力が入りません。よくがっくり首を落とすとか肩を落とすと表現される状態は、全身の力が抜けている状態なんですよね。だから本当にがっくり来てしまった人も、このように同じような体勢に自然となるんです。そうしているとそのうちだんだんうなだれていることにも疲れてきます。で、知らないうちに首にも力が入ってきて、また元気にもなるんですよね。だからぜひやってみてください。中途半端に頑張り続けるよりも、時には積極的に休む方法もいいと思います。はい、ぜひやってみてください。以上、川越がお送りしました。タウン中へと真ん中よ。